はい、おはようございます。今日もまだ夏襦袢です。はい、9月の27日ですね。最低気温は20度ギリギリあるくらい。最高気温も27度。ほんの一瞬だけ27度みたいな感じで、ほとんどはね、25度ぐらいの気温でございます。すっかり秋めいて、網戸にするとちょっと寒くって、はっくんもののちゃんも寒くて寝れんよみたいになる、急になった。はい、ということで今ここにはっくんちゃまのはっくんかわいい、昨日からねずっと今っ子になって、調子が悪い時だけお母さんお母さんで、もう調子が良くなったらお母さんの部屋には一個も来てくれなくなっちゃったわ。そんなもんね、お母さんってって思ってたら、今日来てくれました。優しさの半分、ハックの半分は優しさでできてますね。ちゃんと分かってくれて来てくれましたね。はい、ということで、まあ真夏が終わりましたということで、真夏以外は着れるよっていう着物のシリーズをこの間からずっと出しているんですけれども、こちらもその一つとなります。花岡企画さん、青山えりはなさんですねと、菊池今さんが、絡んでいます、303という生地ですね。はい、絹と綿でできた生地です。はい、足さばきは絹、足さばきは絹ですね。だけどこう生地の強さ的には綿の良さも出てるという、非常に、とても都合のいい機械織りの綿薩摩のような生地かな。仕立ては富士工房さんにお願いしてます。303の単幅が広いんですよ、めちゃめちゃ。なので、もちろん男女問わず着れますし、継がなくても大概の方はいけると思うんですけれども、今私これ持ってるのは新303と言われているやつで、一番最新バージョンの一番薄い303になってます。昔の303はしましまとかもあったんですけど、もうちょっと生地が重いごつめでございます。で、多分それ着てる方も結構いらっしゃると思うんですけどね、富士工房の加藤さんとかは多分そっち着てらっしゃると思うんですけれども、もちろん花岡さんも着てるんですけれども、えりはなさんのねご主人の花岡さんも社長さんも着てると思うんですけれども、新303触った時にこの薄さは私好きだと思ってお願いしたものです。薄い、軽い、丈夫で、無地しかない、ちょっと寂しいなということで加賀染めをしていただいたものでございます。はい、これはね、青山えりはなさんが加賀染め、とても作家さんと親しき仲なので、こういうこともしてもらえるんですよね。何かに加賀染めをしてほしいっていうのができると。まあ、ただしこれは2色染めではなく1色染めなんですけどね、元の色がありますのでね、元の色がある上に染めるっていう時は結構濃い色をお願いしないと薄くなる地色によっては持ってかれちゃうので、これはね本当に濃紺に近い青を選んだんです。それで、こう濁っていい感じの青ねずになるかなと思ってこれを選びました。はい、柄はとっても可愛い柄なんですけれどもね、しましまにプツプツがしましまに見えるような、そんな柄でございます。はい、で、お仕立て富士工房さんにお願いしたんですけれども、前打ち上げなし、そんなに縮む生地ではないそうなので、一回水通しをすれば確かにそんなに縮みませんでしたね。安定してますね。それから絹が入ってるからだと思うんですけど、膨らまないんですね、あんまり。で、意識当てをつけていただいて、生地は、カットしていただいてます。余計な部分、横幅、私は単幅が普通幅で十分なので、ありすぎる部分は必要ないのでカットしてもらってます。まあ、これだけね可愛いこのね私好みの柄にしちゃってるし、まあ、自分が着つぶすっていう感覚で、仕立て直すこともなく着つぶすんだろうなという感覚で作ってもらった着物です。はい、でも一応手縫いなのでお仕立て直しできますね。例えばまあじゃあ着物気分にしますっていうのはできると思うんですけれども、あとは自分よりすごく小さい人のにしちゃって直すっていうのはできると思うんですけれども、自分より大きい人にはちょっともう無理っすね。はいそんな感じですね。はい、この子も出来上がったのが今年の春でしたね。6月ぐらいまでは来てましたね。7月になってから来たかな。多分7月はちょっともう暑くて来てないと思いますね。6月まで来てました間違いなく。なので7月8月と来てなくて9月末に出しましたので、本当に盛夏と言われる暑い2ヶ月だけ抜いて、303というね365日のうちの真夏の2ヶ月を除いた時期は着れるよというコンセプトで作られた生地ということで、まあ、ただし、なんていうんですか、気象条件によりけりってのありますけどね、石川県今9月27現在もう涼しいですよ。洋服だったら私は多分長袖ちょっと夜がカーディガンいる感じ、暑がりの方はまだ半袖って方いらっしゃるかもしれないけど、私は半袖だったら1枚羽織物が必要っていうぐらいの風になってます。はい、こんな風の冷たい時にまだ冷房が若干ね施設では使われるので、そういうのは本当にねこのじんましん、特に寒冷でじんましんも出やすいのでやばいんですよね。こういう時は本当に気をつけなきゃいけないので、なんで着物の方が楽です。あとこのね直したよやっとマジロック。マジロックねすっごくいいんです。このブツブツのとこがねただのこうほらこういう感じでなってるので着物に当たった時に引っかからないんですね、普通の面ファスナーみたいに。なのでこれ使ってるんですけど、こちらがすごく繊細すぎて結構洗ってるうちに縮んでいくんですよね。で形が変わっちゃったので、これはね今回広いやつを買って半分に切ったんですけど、5センチ幅のやつを買って横半分に切ってつけてるんですけれども、こちら側も前は1枚でベーンってつけてたんですけど結構縮んで最後やりづらかったので、2つに分けて端と端にあえてギリギリ端っこに留めて、で見えますかね、ちょっとミシンでバッテンで縫ったんですよね。これで縫い縮みが少し使ってるうちの縮み感が少し収まればなと思って。はい、でもやっぱりね作り変えて思ったんですけど、やっぱ面ファスナーって半永久的に使えるものじゃないじゃないですか。もともとがねどんどん接着が弱くなっていくものなんですけど、かなり弱くなってましたね。付け直した時にこの人こんなに止まるっけっていうぐらい止まってびっくりした。でちょっとね短くしたんですよ。そうするとね私今まだ腕が調子がこっち悪くって、これがねここが痛いんですよね。気によっていろんなとこが痛いんですけどなんか脱臼からの刺繍型とかなのか何なのか知らないんだけど、ただこう無理やり動かして運動するとなんだろうズキズキと痛いんですよね。ずーっとなんか神経痛みたいな痛みがずっと伴うので、吉田に相談して、吉田っていうのは整体のねいつもの先生なんだけど、あんまそういうねズキズキ痛いっていう時にあんま動かさん方がいいと思うよって、なんかそういう神経痛みたいなズキズキ感ってよろしくない、動かすのには適してないからやめた方がいいっつんで動かす。あんまり激しく今は柔軟体操をそこまでしてないんだけど、ある程度はこう、それでもやっぱり動かさないとなんか筋肉が硬くなってくるので、ほぐすぐらいはねストレッチポールでしているんですけれども、完全に復活はしてなくて、日によってめっちゃ動ける日と動けない日があるので、ちょっとねこれを細くするとグッてやるときに「いった!」ってなるんで、はい、うわなんかいっぱい出てきた今、はい、なんか数値がいっぱい出てきてびっくりしたんですけど、全然関係なかったですね。はい、こんな感じでございます。結構しっかり止めれるようになりました。結構バックバックになってて、帯締めるとなんか中でぐにょんぐにょんになってたんですけれども、まあ、これだけでもちゃんと締まるよぐらい、はい、締まるようになりました。で、今日は帯どうしようかなと思ったんですけど、ちょっと家でいろいろやりたいことがあるので、普段の締め心地がいいなということで、手ぬぐい帯にします。で、ひびひももピンクと悩んだのよ、紫と。ぶどう色とピンク可愛すぎるかなと、柔らかすぎるかなと、ピンクもいいんだけど、ちょっとまあこっくりぶどう色にしようかな。まあどっちでもいいんだけれど、今日はそうね、足元はナスコンのエビス旅さんの旅だし、ちょっと濃い色かな気分的には。うん。結構このエビ茶は使いですね。昔からよく使われている色だけあって、エビ茶の帯っていうのはこういうピンクっぽいような着物にも合わせれるし、もちろん青系も合わせれるし、同系色でも締め色になるし、非常に使いやすいなと思いますね。エビ茶ってね、ちょっと昔の色のはっかけっていう感じの思いがあると思うんですけど、昔なぜあんなに流行ったかって、それはどんな着物でも合うからなんでしょうね、きっとね。うん、日本人の肌色に合うんでしょうね。このなんていうのかな、ちょっと薄めの色白の黄色人種で目がちょっと黒いっていう、この日本人の色に合うのかもしれないですね。同じ黄色人種でも違いますもんね、結構。うん。まあいろいろ近くだと混ざってるんだろうけど、なんかほら目の色が、うちらどっちかっていうと薄くても茶色になる人の方が多いけど、ちょっとグレーっぽい色になる方いるじゃないですか、韓国の方とかだと。やっぱちょっともうちょっとこう白人のこうロシアの方と、ロシアで合ってるよね、ロシアの方と近いから、そっち側の地も混ざってるのかなと思ったりね。ずっと昔でね混ざった人もいるのかなと思ったりね、なんかいろいろありますよね。もうかわいいな、やっぱこの子かわいいよね、呉服さん。呉服さんデザインですよ、このもたはんさんのこの帯ちゃんはね。これの時も痛いの、バキっていう時がある。あ、はっくんいいの？もうあっち行くの。おお、はっくんかっこいいですね。足長いですね。おお、収めてありますね。どこ行くんですか、はっくんちゃんは。あそこで寝るんすか。伸びた。これ入れていいんですか？これはね、ここにビンちゃんの帯があるんですよ。だからね、ここ今普段はビンちゃん用になってます。ちょっとずつね、あれもしなきゃな、これもしなきゃなっていうのの種類が違うと、本当に効率よく回せなくなってきてるんですけれども、なんとかもたもたしながら生きてます。はい、今日はこんな感じでございます。ほんとね、なんかほんと容量が悪くなってきたわ。しょうがないんですけどね。はい、こんな感じです。パッパってできる時もあるんだけどね。これ閉経したらもっともたもたするのかな。どうなんだろうね。ね、なんかもうどんどんできるようになってできないようになっていくんですね。でもなんかそこにはあんまりまあイライラしないようにはしてるんですけどね。たまに夢ですごいイライラしてる夢を見るので、多分結構自分で無意識に感情を抑えてるんだろうなと思うんですけどね。なかなかですよね。まだもがいてるっていうのはまだ若い証拠かなと思いますけれども。はい、今日こんな感じでございます。はい、青山えりはなさんの手ぬぐいですね。秋柄をこの時期に合わせて買っておいたやつですね。やっとこの子と合わせれるので、やっぱ最初はこの子とこの子にしてあげたいなと思って合わせました。はい。で、ですね、303加賀染めでございます。はい。ご要望は青山えりはなさんにお問い合わせください。で、長地盤がトスコ派の色地盤の茜色です。はい。こうね、ちょっとこの小豆色の着物がこういう差し色をすると、ここが青もそうなんですけどね、よりちょっと紫っぽくピンクっぽく可愛く見えるかなと思うんですけれどもね。はい、帯がこんな感じで、今ここにはっくんがはっくんかわいいな。はい、はっくんがちょっと暑かったんだろうね。はい、足元は、はい、エビスタビさんの黒ゆり、あ、もうゴミついてる、すいません。黒ゆりっていう名前のキャラ子を染めた、すごいしっかりとしたいい旅なんです。滑りがいいので、結構鼻をスイングする感じあります、歩いてて。だからなんかこう、なんていうのかな、草履を引っ掛けてシュルンシュルンと歩くには、下駄でね、スッスッスッってずりながら歩くには非常に楽しい旅です。まあこれはちょっとなんか感覚なんで伝えづらいですね。で、今日かんざしは前京都に行った時になんか組紐屋さんがあって、そこで買ったんです。2年なんだっけな、円光寺の近くなんだけどね、こういうやつですね。はい、はい、で古金堂さんのおろくくしと、今日はこんな感じで過ごしたいと思いますね。はっくんかわいい。はい、303来てみました。ね、来た時にちょっとやっぱりこの子よりもちょっとしっかりしてるな、この子よりもちょっと風通しがないな。まあこの子が一番通気性がいいよねっていうね、淡しじら当たり前なんですけれども、そうですね、この子とかもやっぱ来た時通気性があるなと思ったんですけれども、この子とかこの円周モメントか着るとちょっと早いかな。ちょっと暑くなる時間あるかな。でもまあ大丈夫かなっていう感じだったけど、この子もそうですね。まだちょっとすごい動くには暑く感じるよねって、台所をするなら網戸にしてたいよねみたいな感じ。うん、そうね。うん、ただまあ私台所する時網戸にするの好きなので、今日風がすごく寒いので私にはちょうどいいかなとは思うんですけれども、うん、一応着れます。はい、ただまあそうですね、10月ぐらいからの方が普通は着やすいんじゃないかな。もうちょっと寒く25度最高気温ぐらいから着るとちょうど気持ちいいのかと思いますが、まあ、寒がりさんはこの時期からも着れますよというものでございます。ただこの303はなんでいいなと思ったかっていうのがですね、まあその要するにちょうどいいかったからなんですよね、いろんな意味で。そうですね、暖かくも非常に暖かくも着れるんですよね、ウールのように。なので絹も入ってますし、綿100じゃないのでそこまで、着て伸びることもないですし、このお箸折りの長さ見てもらったら分かるんですけれども、新品の時とほぼお箸折りの長さ変わらない。初おろしの時とだいたいね、少しは短くなるんですよ、生地がふっくらするので。うん、だけどやっぱり絹なので、絹でしかも綿入ってるので、もうあまりシワもならないので、洗濯機止まったね、あんまりこう生地が出来上がった時と変わらないんですよね、形がね。うん、そこもすごいないいなと思った点もあるんですけれども、そのまあなんていうのかな、これから先ウールないなという方、うん。ウールみたいに着たいなという方で、ウールはかゆくて着れないっていう方は結構いらっしゃると思うんですけど、うん、そういう方とか顧問着たいけど顧問は雨の日着れないしって思っている方とか、どっちにも303はいけるなと思ったんですよね。普段着のちょっと冬場着れる、割に長い時期着れるものを探していらっしゃる方と、柔らか物で小紋系が好きな方とどっちも重なるかなと思って、うん、おります。小紋系好きな方はこういうふうに柄をね染めてもらうこともできるので、相談されたらいいと思いますし、無地として着ることももちろんできるので、まあこれ無地で着たらちょっと習い事とかだったら、まあ全然これでいいと思いますね。無地じゃないとダメな習い事、いろんな色が他にも何色かあるので、そこもお問い合わせされたらいいと思うんですけども、シワにもそんなになりにくいですし、丸洗い家でできるので洗ったらシワも取れますし、一重仕立てなんで袋になったりもしないので、非常に強くて便利な生地だなと思います。うん、なので紬をどうし買いたいな、一重で作りたいなと思っていらっしゃる方で、でも紬を一重で、まあ私もやってるんですけれども、手洗いとかねしてるんですけれども、やはり絹って洗うと傷むのが早いんですよね。引けてくるというか、腰が抜けるんです。なんていうの、腰が抜けるんですよ。針がなくなっていくんですけれども、結構早いものなんですけれども、そういうのもったいないなという方は、303の方が長持ちすると思うので、ちょっと紬みたいな感じでも着たいっていう方とかで、どうせサイズないんだよね、仕立てなきゃいけないんだよねっていう方、雪が長くてっていう方は303全然なんていうのかな、理にかなってるというか、お役目が果たせる着物じゃないかと思いますので、うん、紬でちょっと欲しいな、でもリサイクルでなかなかないんだよねっていう方は、紬を新品の紬を買って仕立てるよりは全然新品でも値段お安いですし、うん、なので便利かなと思います。はい、いろいろ便利な生地かなと思いますので、どんな時にでも対応できると思いますし、飽きも来ないですし、飽きるなと思ったら無地を選んだ方がいいと思います。はい、で柄が欲しいなと思ったらこういう風に、染めてもらったらいいと思います。加賀染め以外の染めもできますので、ちょっとそこら辺はやはり花岡さんに衿花さんに直接相談ですね。はい、お店行かれた方がいいと思います。詳しい相談はお店行かれないとちょっと無理だと思うので、ネットではちょっと難しいと思うので、青山まで頑張って行ってくださいということでございます。はい、それかサローネとかもありますしね、着物のショーとかにも結構出展されてますので、そういう時に少しお話ししてみて、じゃあつって細かい話に進めるっていうのも一つの手かなとも思いますけれども、うん、時間を割くことになってしまうので、どちらもね、どうしても欲しいなと思ったらまず生地を触ってみて気に入っているかどうかで判断したらいいと思いますし、303触ってみたらいいんじゃないかなと思います。昔の303はね結構作って本当に寒いとこにはちょうどかなっていう感じがしますね。はい、今のはちょっと薄手です。ただ目が詰まってるので冬の長襦袢を着れば冬着れると思います。届いたのが春なので、冬を越してないので冬の感じはちょっとまだお伝えしきれないんですけれども、また真冬の感じ1月2月に羽織ってみて、ちょっとやっぱ軽くって寒く感じるなと思ったらそう伝えますし、長襦袢冬物にしたらすごくあったかくなるので全然平気ですって言ったらまたそれをお伝えしますね。なんで今のところ私が一番なんていうのかな、長く着られると言われるウールの薄手の着物で、よくリサイクルショップで見つけるやつなんですけど、その子よりも早く出せます。はい、でその子も実際真冬のめっちゃ寒い時はちょっと寒く感じるので着れないので、そこも着れたらこの子はものすごくリーズナブルになるのではないかなと思いますね。はい、遠州木綿、この遠州木綿ちゃんも本当の真冬のすごくね雪が降り積もっている積もる前の冷え込みにはちょっと寒いんです。うん、だからそういう時とかにもちょっと着れたらいいですよね。天候悪くても洗えるもので、さらに乾きがそれなりに早い。絹と綿なので綿100より乾くのが早いのでちょっといいなと思うので、そこら辺試してみたいなと思っている次第ですが、今年の天候次第という感じですね。はい、そんな感じで、リサイクルには合う体じゃないのっていう話は最近よく聞きます。私手短いのかなって思うくらいなんですけれども、やっぱり腕が長い方が増えまして、あと洋服文化なので、手首を隠して着ると思い込んでいる方が多いっていうのが、ダブルパンチで多分雪が長い方がいいと思われてると思うんですけど、よくある着物雑誌の、美しい着物とかで出ているモデルさんがこれぐらいで着てらっしゃると思うんですけど、これは正しくないんですよね。これ仕立て直してね販売できるようにすごくでっかく作ってるんです、ああいうのって。なので本来着物、柔らか物でもこのくるぶしが見えるか見えないかぐらいでいいんですよ。こんなんは絶対アウトなんです、着物として。ここまであるとこの50センチのここが体の外のここまで来るんですよ。そうするとめちゃめちゃ体でっかく見えるんですよ。手のひらの大きくなる部分から急に外に出るっていうと体がすごく大きく見えるんですよ。なので本来なら自分の手首の細くなっている部分が少し見える、このくるぶしがちょっと見えるぐらいで仕立てた方が細く見えるんですよね。スカートの丈と一緒ですよね。ふくらはぎの一番太いところのスカートの丈って一番足が太く見えて体が大きく見えますよね。それよりもちょっと短いかちょっと長い方がスラッとして見えるのと同じことが手首にもあるんです、着物の。なのであまり長くするのは体が大きく見えるだけですし、スタイルよく着れないので、結構雪が着物のスタイルがよく見えるか見えないかの左右がかなりあると思います。こう下ろした時にちょっと細い部分が見えないと、やっぱりこういう感じになっているとやっぱボテッと見えるんですよね。ボテッと、はい、なのでこのクリックリのとこが少し見えるぐらいでお仕立てはお願いした方がいいと思います。柔らかものに関してもここが見えるか見えないかぐらいですね。私は普通は完全に見えるように仕立ててもらってます。ここね、このクリンクリンが見えるように。で、多分柔らかものはここら辺にしている気がしますね。少し隠れるようにしてた気がします。少し長かったはず。はい。うん、確か3センチ長かったはず。はい、そんな感じですね。はい。まあ、台所も立たないしね。訪問着着てね。はい。まあ、そんな感じでね、ちょっとこう、雪の問題もありますけれども、にしても、やはり今の人、腕が長いので、継がないといけないとか、もともとまあ多分今で一番出回っているのが昭和30年代40年代のウール、うん、作られた時がね、まああと50年代60年代の紬が結構出てきてますね。なのでその紬に関してはちょっとサイズのでっかいものがあるんですけれども。一番ブームだったウールがブームだったのが多分昭和30年40年代に結婚した方のタンスの中に入ってたものなんだと思うんですよね。なので全く着られないで外に流出してたりすることが多いんですけれども、あとは多分昔は、家政科が多かったりとか、あと家庭の時間で、軽く浴衣を縫ったりとか。ウールの着物を縫ったりとかっていうそういう学校もあったようで、なので課題として縫われてたやつが出回ってたりっていうのとかもあるんで、いわゆる何て言うんですか、標準サイズみたいなので縫われてることが多くって、その標準サイズがどうも私の体が近いみたいなんです。はい、うんどういうことだだから私の親の世代の標準体型なんだと思うんですよね。一世代ずれている。私第2次ベビーブームなんですけど、第1次ベビーブームの人たちとか、それよりも前に生まれた方たちの多分平均身長、平均的な腕の長さに近いんじゃないかなと思います。で、その人たちがやっぱりお嫁に行く時に結構着物を持ってお嫁に行かれたので、その多分恵みが私はいただけてるんだと思います。はい、で、まあ、昭和50年代とか60年代平成の頭の方まで続いた最後の紬ブームっていうのは、嫁入り道具の紬ではなくって、本当に着物が趣味な方たちの、こう紬がバッと花咲いたので、もうちょっといろんなサイズが出回っていて、結構体の大きい方のやつをそのままなってたりもしますし、昔はね体大きくても小さく作られたりしたんですよね。余計大女に見えるからって言って、というのもあって、あまり大きいサイズがないっていうのも実際あります。はい、なので、紬の方が大きいサイズがちゃんとあったりしますので、いろいろ、自分ので見てみたらいいと思うんですけれども、ウールに関しては、あんまり大きいサイズはそこまで出回ってない、でも160ぐらいまでの人ならなんとか着れるかなっていうのはありますね。160前半までだったら探せば出てくる可能性は高いです。160後半になるとさすがにウールでっていうのは私もあんま出会ったことがないです。はい、なのでやっぱりそうなんか、でもじゃあウール作るかって言ったら、昔の反物のね幅も短いですし長さも足りないので、反物が出てきても作れないんですよね。着物気分になら作れることが多いんですけど、モタハンさんでお願いすればいいんですけど、そうじゃない普通の着物でっていうと結構難しくなってしまうので、ああいう感じでなんていうのかな、結構上品に着れるけど木綿と違ってね、なんていうのかな、ちょっといい感じにも着れるんだけど、結構あったかくて水はじきもよくって膝もなかなか出にくいみたいな、こういい利便性っていうのは結構303引き継いでるなっていう気がするんですよね。綿と絹なんですけどね。で痒くない、洗っても臭くないっていう、ウール臭くないんでウール入ってないんで、なので、そういうちょっとサイズがないなって方はこちら行かれた方がいいんじゃないかなと思います。下手に古いリサイクルのウールの反物を買い漁るのはあんまりよろしくないことなので、やめた方がいいと思います。リスクが高いです。結構穴が開いてるのも多いですし、色飛びしてるものも多いですし、反物全てが使えなかったら結構仕立てれなかったって話もよくあります。単幅がすごく狭くて、継ぐって言ってもすんごい継がんないよとかね、それが目立つよとか、そういうのもありますので、安物買いの税入しないにならないようにしたらいいんじゃないかなと思います。10万とかはこの生地しないので、そうですね、これ加賀染めをしてるので少し生地代が高くなってます。と言っても藤井絞りさんの綿麻の着物ぐらいなんですけれども、普段ですとそうですね、こう無地の まんまだったら、くるめがすりにプラスちょっとぐらいで買えます。はい、そんな感じです。なので今ちょっと価格は変動するので、私が買った時点の話なんですいませんけれども、だいたいそれぐらいと思っていていただければいいです。この子の無地だったら反物価格だけのことを考えると、泡シジラの4倍ぐらいですね。はい、そんな感じですね。価格が分かりやすいものから言うとね、反物でね、反物で一番お安いって言ったら淡しじらと会津木綿、あと遠州木綿の普通地、この3種類がね一番お安いのですけれども、その中でも一番お安いのが淡しじらだと思うんで、淡しじらのだいたい4倍ぐらいかな、4倍ぐらいかな。淡しじらもちょっと値段が前後するのあるんですけどね、そんな感じで思っておいてください。はい、ただすごく持つと思います、この子に関しては。なので原価償却的にはかなりお手頃かと思うので、若い方で自分が雪も長くってなとか、冬場のウールちょっと暑いなとか、木綿も好きだけど木綿も伸びるし困るなとか、なんかいろいろこう違うのもちょっと着たいなとか、絹はちょっと手入れが面倒だしやめときたいなっていう方とかは、303にしちゃったらいいと思います。はいはい、そう思います。そういうなんかとても便利な生地です。はい、なんであんまり遠回りせずにサクッと好きなものに出会って、この子ならカスタマイズできるので、その柄をつけたりとかもお値段かかりますけれども、それだけプラスすればね。でもそれはいくらかかるよっていうのは言ってもらえるお店なので、うん、なのでそういうふうに何て言うのかな、安物買いの全入しないにならないように、今の時代本当に物を置く場所が限られてきてますので、若い子ですと特にね、これから先引っ越ししなきゃいけないとか、いろんなね家庭の事情もあると思うので、あまり物を増やせない中で、なんかこう衣服に関して、今の流行りの服はちょっと飽きちゃったなっていう時に、着物にしたいなっていう時にね、こういうのがあると便利かなと思います。はい。まあブランド物の服を買うよりは長持ちしますからねそんな感じです。はい、今日はこんな感じで過ごしたいと思います。ということで303スタートさせたいと思います。それでは皆様、良い一日を。地域のみんなとつながろう。 LINE オープンチャットメンバー募集中ホームページを見てねー。どんな伸びとるんだ。